目指せ年収2000万モテ企業塾ということで、ちょっと自分で言ってでもこっぱずかしいんですが、ちょっと新しいコンテンツを始めたいなと思っております。ピナインターナショナルのモテキです。このコンテンツちょっとシリーズにしていきたいなと思ってるんですが、これから、ご自分で起業される方とか、起業されて間もない方向けにですね、いわゆる、経営指南的なちょっと、いろいろノウハウをお話したりとか、それから、そういった方からこうお悩みとかご相談とかを受けて、それに答えていくというようなちょっとコンテンツにしていきたいなと思っております。はい、まずはじめにちょっと僕の経歴について簡単にお話ししますと、社会人になって広告代理店ですね、で6年間働いてました。でその後28の時に独立をして最初の会社を作りまして、それが、ウェブの制作であるとか、システムの開発をメインとした会社です。会社を立ち上げた、直後には、いわゆるモバイルサイト向けのコンテンツ制作の会社だったんですけれども、そこからウェブ制作とかシステム開発の方にだんだんとこう移行していったという会社になります。で2社目がですね、エンコードっていうんですけど、ちょっとおなじみない方もいらっしゃると思いますが、いわゆる、最近流行っている動画配信サービスですね、Netflix とか Amazon プライムとかあると思うんですけど、そういった動画配信の際に必ず必要となってくる技術で、そこをですね、専門的に、請け負っている会社になります。それが2つ目の会社ですね。で3つ目がですね、今のちょっと発生なんですけれども、クラウドサービスを利用した、エンコードをするシステムを開発する会社で、今までエンコードっていうのは結構デスクトップでハンドメイドで一個一個動画を制作してたんですけれども、それをクラウド上にデータを上げて並列処理で一括で処理してしまおうっていう、そういうシステムを開発してそれを販売する会社というところですね。この3つの会社をやっております。で、4つ目として今、ピナイ家政婦サービスという、フィリピン人専門の家事代行サービスですね、これを運営している、株式会社ピナイインターナショナル、これを運営しております。で、最初にお話した3つの会社につきましては、全て M&A で売却をして、今新しい経営者の方が運営をされていると、そういう状況です。で、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、僕自身も今令和の虎というチャンネルで、虎として出演させていただいて、いわゆる、投資をする側として出てるんですけれども、それに出てる中でやっぱりこういろいろ目の前の志願者の方だけじゃなくて、もっと世の中にたくさんいる、起業をされたい方に、少しでもお力になりたいなという気持ちが強くなってきたんで、このコンテンツを作ってみました。ですので、今からですね、起業される方、起業されたてで、右も左もわからないみたいな方を特にターゲットとしてますので、そういう方がね、ぜひこのコンテンツを見てもらって少しでも成功に近づく、もしくは失敗のリスクを少なくするということにお役立ていただければ嬉しいなと思ってますんで、よろしくお願いします。ちょっと一つ補足をさせていただきたいんですけれども、モテ企業塾ショルダーに目指せ年収2000万って書いてあるんですけども、なんで2000万なのっていうちょっとお話をしたいなと思ってます。このコンテンツですね、起業される方どなたにでも役に立つということをテーマにしてます。なので、例えばですね、年収1億とか10億とか100億とか目指していただいて構わないんですけれども、そうなってくるとある程度事業規模が大きいであるとか、かなりその方の能力値がそもそもすごく高いというようなところに限定されてしまう可能性がありますので、そういったことではちょっとお届けしたいコンテンツではないかなと思ってます。ですので、志があって事業を起業したいと
いう方どなたにでも役に立ててもらって、そして現実的にこの金ぐらいの金額は、ちゃんとビジネスをすればいくだろうというところを設定させていただきました。まあ、そういう意味ですごく現実的に役に立つコンテンツっていうのを目指しておりますんで、よろしくお願いします。結構そのちょっと自己啓発的なね、なんかこのマインドをチェンジするだけで君もなんとかとか、そういうのを、僕あんまり好きじゃなくて、そういうのはやりたくないなと思ってますんで、まあこれをね見てね、ちゃんとお役立てをしてもらって、でしっかりと2000万を稼いでいただくというところが僕の目指すコンテンツになりますので、よろしくお願いします。で、概要欄にですね、このコンテンツへのいわゆる経営に関する質問とかですね、お悩みとかそういったものを受け付けるコーナーリンクを貼っておきますので、何かあればぜひそこからどしどし、ご応募いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。では第1回目はこんな感じでいいですか。はい、じゃあ今日は以上にしたいと思います。またねー。